こんにちは、亀三昧です。今日は日本石亀のベビーの飼い方を説明しようと思います。このチャンネルのコメントかなり多く来る内容として、やはり日本石亀のベビーの飼い方に関する質問が結構多いので、何回か挙げてるんですが、今の自分の飼い方を説明してみようと思います。別にこの通り飼ってくださいっていうわけではなくて、うちではこんな感じで飼育していてうまくいっているという一つの事例として紹介をしようと思います。参考にされる方は自分の生活スタイルだったり飼育している個体に合わせて調整をしてみてください。あんまり複雑にいろいろ準備するとスタートが大変になりますので、まずはとても簡易的な飼育方法を紹介しようと思います。また手の凝った飼育方法なんかはリクエストがあれば他の動画で紹介してみようと思いますので、コメントをお願いします。ではまず用意するものから説明をしていこうと思います。まず必要なのはもちろん飼育容器ですね。今使っているのはプラスチックのボックスです。こちらは NV ボックスといってホームセンターで簡単に手に入ります。ガラス水槽の方が透明で綺麗なんですけど、うちの場合は毎日水替えをするのでプラスチックみたいな軽い容器の方がいいかなと思ってプラスチックの容器にしています。こちらは陸地ですね。こちらは K ブロックという水槽の飾りみたいなもんなんですけど、別にこれじゃなくてもいいので爬虫類用のシェルターだったりとか、アクアリウム用品の水槽の飾りだったりとかね、とにかく陸地を用意してください。石亀が甲羅や皮膚を乾燥させるために陸地は必要なので準備するといいと思います。で、温度が低いようであればバスキングライトなんかを使って陸地の温度を上げてあげると亀がバスキングに来ると思います。こちらは石亀の飼育環境じゃないんですけど、1歳のね、キボシイシガメ飼ってるんですが、こんな感じで陸地を作って、でこのバスキングライトを当てるという飼育のパターンもあります。うちはね、キボシイシガメは結構ペリペリ皮がむけるタイプなので、バスキングライトを使った方がうまく脱皮するかなと思ってこんな感じで飼育をしています。ただ日本イシガメはペリペリむけるタイプじゃないので、温度さえあれば別にライトはどっちでもいいかなと僕は思いますが、ただ容器の中の明るさは必要だと思いますので、そういう場合は自然光が入るところだったり明るいところにね、容器を置いてください。餌はこんな感じのものを使っています。こちらはサキヒカリという鯉の餌の小粒ですね。粒がね、 S サイズってやつです。金魚用のさらに小さい粒とかもあるんですが、日本イシガメのベビーだったらこのサキヒカリの鯉用の S サイズでいいと思います。このサキヒカリっていうのは亀の餌で結構有名なカメプロスを出している京林というメーカーから出ているものです。もちろんカメプロスでもいいんですけど、サキヒカリの方がね、安くて、でしかも食いつきも結構いいので僕はこちらを使っています。容器動かしたり亀触っちゃったりして、まあちょっとね、食べるかどうか分かりませんが、せっかくなんであげてみようと思います。どうかな、食べるかな。お、食べましたね。結構勢いよく食いつきましたね。こんな感じでサキヒカリ結構食いつきよくて、亀が育つための栄養もしっかり入っているので、餌は何をあげようか迷っている方はこのサキヒカリをあげてもいいと思います。で、陸地とライトの話をした時に温度のね、ことを少しお話ししましたが、元気に育てるのであれば飼育環境全体を30度ぐらいにするとかなり活発になっていいと思います。もちろんもう少し低くてもいいんですけどね、30度ぐらいが一番元気なんじゃないかなと僕は観察して思っているので、こちら部屋の温度全体をね、30度にしています。で、温度が低いなと思った時に水中ヒーターだったりバスキングライトだったり保温球っていうのを使うと温度を上げることができるのでいいかなと思います。亀をたくさん飼っている方でしたらね、エアコンとか使って部屋の温度をね、もう一括で30度とかにしちゃった方が
まあ楽っちゃ楽ですよね。水槽にヒーター入れてしまうと、毎日水替えするときにスイッチ切って冷めるのを待ってから水替えするみたいな、結構めんどくさくなっちゃうんで、水槽いくつか持ってたりとか爬虫類たくさん飼っている方とかでしたら、もうねエアコンで管理してしまった方が絶対楽ですね。はい、まあ今回こんな感じで日本イシガメのベビーの飼い方をざっくり説明をしましたが、他にも小技として 2,3 日に1回ぐらい甲羅を拭いてね、一晩ぐらい乾いた容器の中で乾かして皮膚病を予防するとか、そういったこともうちではやっています。ちょっと前まで毎日やってたんですけど、最近は 2,3 日に1回でも全然大丈夫だなと思って 2,3 日に1回にしています。と、まあ今回はこんな感じでね、サクッと紹介しておしまいにしようと思います。またがっつりね細かく解説した動画が見たいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントをしてください。この動画が面白いと思った方は高評価チャンネル登録をお願いします。動画は金土の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。